国道479号起点大阪府、豊中市と津町交差点国道479号終点大阪府、大阪市住野駅、浜口交差点国道479号は、大阪府豊中市から、大阪市住野駅に至る、一般国道である。大阪府森口芝場町1993年に、府道から国道に昇格するまでは、 大阪府道1号大阪内環状線であったことから、現在も大阪内環状線の副称が付けられている。大阪府下の環状道路には、他に、大阪市道大阪環状線、大阪府道2号大阪中央環状線、大阪外環状線があるが、内環状線のみが、道路標識の路線名表記に、大阪を関せず、単に内環状線となっている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。国道1号との交差大阪府森口市緑町、ほとんどの区間が片側に車線の4車線道路となっている。ただし、稲津町交差点、浜交差点と水田市役所付近が片側1車線、平野警察署西交差点、湯里6丁目交差点。 阪急上新城駅周辺が片側3車線となっている。国道163号との交差大阪府大阪市、旭区、新森国道25号との交差大阪府大阪市、平野区平野北交差点は特に渋滞の激しい場所。水田市内、大阪市内など、比較的市街地を走るので、立体交差されている箇所が他の環状道路と比べて非常に少ない。 接続路線図、ありがとうございます。